今回は、京都向こう町記念競輪の決勝の予想をさせていただきます。はい、12レースの決勝なんですけれども、周回の並びといたしましては、このような形で考えておりまして、まあ、戦い方の想定なんですけれども、まあ、先行は5番の窓場選手の先行に対して、3番の清水選手、9番の脇本選手がまくりで戦っていく形で、2番の松谷選手と8番の大月選手は短期での追い込みで考えております。 このレースの展開の予想なんですけれども、まあ、いつもですとですね、まあ、誘導をかわしてっていうところなんですけど、これ9番の脇本選手が後方という形だと、まあ、誘導をかわさずですね、まあ、そのままっていう形の流れがあるんじゃないかなというところで、これ5番の窓場選手前受けだったらそのまま成り行きでですね、まあ、先行していくっていうところもありかなっていうところ。で、後ろの4選手なんですけど、これ2番の松谷選手、3番の清水選手、8番の大月選手もですね、まあ、このできれば先手のラインの ま4番手1、まあ、欲しいところあると思うんですけれども、あのー、隊列が出来上がってしまえばですね、まあ、そこから、あの、取り合いっていうところはないかなというところで、あの、流れとしては1本棒あるかなというところ。で、そこから9番の脇本選手が、まあ、5番の窓場選手に対して、早い仕掛けっていうのは正直ちょっとないんじゃないかなというところ。で、 あの、5番の窓場選手、1番の山田選手、9番の脇本選手からすると、まあ、近畿から優勝者は絶対出したいっていうところはあると思うんで、あの、抵抗の流れはなく5番の窓場選手が先行していって、 で、まあの、まくりが来るとすれば、3番の清水選手がまくっていく。ただ、これはかなり遅い展開もありかなというところで、9番の脇本選手も展開見てからの仕掛けになると思うんで、そうするとやっぱり1番の山田選手が番手から抜け出す形が有利かなというふうに考えてみております。このレース、狙い目なんですけれどもえ、本命は1番の山田選手からですね、まあ、対抗は4番の大森選手と8番の大月選手、1418からですね、まあ、2348。 という形で考えさせていただきました。今回の予想は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございます。